ほら、背中柔らかくなったの分かります？なんか先ほど痛くはない、先ほど痛くないですよね、うん、ということは足の疲れから背中に上がってきてたよってことなんですね。足が疲れて背中痛い、まあ、でもこの辺は痛いの、痛いから、それにしっかり今から緩めていきますからね。これ足の2倍ぐらいの強さ入れてるんですね。足ですか、痛い。この強さをふくらはぎとかでやっちゃうとみんな耐えられないので、ちょっとストップでお願いします。はい。この背中 あの骨の横の筋肉、まあ、脊柱起立筋っていうんですけど、そこの間、骨との間を押さえるので、まあ、めっちゃ効くんですね。はい、お願いします。はい、うわっ、痛い。ちょっと弱くするね。はい、息ができない。皆さんよく言われますね。ストップでお願いします。なんかね、奥まで抑えるからなんか呼吸が入っていかないみたいですね。そうそうそう、吐くだけでね。はいはい、痛い痛い、吸えない感じが。そうですね。すいません、ストップだね。タイミングで吸わないといけないんですけどね。ちょっとね、いっぱい押さえたいのでね、タイミングが早くなってるんですよ。あとね、長いこうやってするとね、耐えられない、ね、無理です、無理です、ごめんなさい。長押してもいいんだけどね。これもね、腰痛とかに効くとこなんですね。で、肩甲骨ちょっと押さえていくよ。スマホ触るのでね。あ、そうですよね、はい、スマホでね、この辺硬くなる人結構多いです ね今ね。ちょっとストップだ。息が苦しい。ね、押されてるだけなのになんで息ができなくなるんだっていうね、謎ですよね。はい、お願いします。はい、いいですか。痛い。ちょっとストップだ。痛いけど、ここはね、よく効くとこなんですよね。はい。はい。うわっ、ね、思ったより異常に痛かったね。いつも私は受けに来られる方に、覚悟を決めてから来てくださいねって書いてるのは本当なんですよ。撮影させていただけない方で結構叫んでる方もまあまあいますからね。はいはいはい、そうだ、撮影されてるの忘れてた。こんな叫んだらダメですよね。痛ったありがたい動画です。痛っ、あ、ちょっとこれ痛い。
痛い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 。ここはね、ここはね、リンパ液っていうのが流れていて、リンパ液って何ですかって言ったら下水道なんですね。で、ここ押さえて痛いってことは、あのリンパが詰まってる、下水道が詰まってる感じね。スマホ持ってる時とかでこの辺に来るわけですね。痛いけど気持ちいいです。痛いだ、はい、痛い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 。そこが痛くなくなったら気持ちいいんですよね、きっと。そうなんです、ね、おっしゃる通りでございます。痛い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 。こっちも硬いね。痛い痛い。でも、はい、違いますよね、うん、左側って対人関係のストレスだったりとかするんです。あ、そうなんですか、はい、思い当たる人がいればその人が原因。あ、そうなんだ。で、右側っていうのは気温の寒暖差とか時間に追われてるとか、まあ、使い方によっても変わったりしますけどね。ごめんなさい。痛い。強いよね。これぐらいじゃないとね。Thank you.